あら。What's going on? What's up, man? Ace.今日は何楽なそう楽今日は楽さすがにあの飛行機苦手な話したでしょ、あもう極力楽な格好で今日のカネチのスタイルはどうですか、スタイルはいいよ基本ね、ま、真っ暗そう黒多いねあれ何恋する高齢者のああやばい俺好きなんですけどね俺これ好きなんですよめっちゃこれ好きの到着を歓迎してくださって皆さん踊ってくださってすげえ歓迎されてるじゃないですか俺を歓迎せんがない誰を歓迎するのよスーパーセイヤ Just loading どの辺がどうちょけてる今何辛辣だな今のコメントこれはここに全然ありだよ、これ公式がね、載せるとね、なんでその写真ねそう選手同士だと、なんか仲いいからってなるんだけどこれはこれ、俺やんけこれ絶対かロッカールームがセブ感ないけどもっとなんか海の近くだろうわ、やばい痩せ細った犬がいるドライブがいるか寝癖がやばい寝癖もうそんなついてなかったよそうもう俺ばっかでいっかハイバースデーバースデーアジア全体から注目を浴びてる印象を受ける会見だったんですけど各国からこうライバル視されてるなっていう印象はありますか？まあね、僕別にアジアで何か残したわけじゃないので、はい、まあでもよくね、いろんなとこ行って韓国代表選手とかでいろいろね、会話してたので、まあ、その中で、ね、対戦するのを楽しみにしてくれてると思うので、はいまあ、僕もその同じ気持ちですし、はい、頑張りたいなトゥクトゥクこれトゥクトゥクじゃないこれトゥクトゥクかもしれない虫多いのこれ臭いから集まってんじゃん逆に来ないでしょ逆に臭すぎて来ないでバボってあげますプライドゼロプライドゼロこういう自虐もできちゃう朝とじゃ今なんで否定するからできない俺臭くないっすよあ俺臭くないっすよそれ好きなんですよそれ朝とそこ好き今日もあのマックを先に席空いたから座って頼んだんですよ3回ぐらいミスって結局普通に並んで買ってたんだよバカにしてるよマックバカにしてるよじゃあちょっとマック結局現金で買ってたもんアストあれ好きなんですよそれアストの朝田のそこが好きはいこんばんははあら辛いアジア系だからちょっとアジアンなエスニックな感じなの辛っ辛い美味しい甘いパスタ先輩を先輩を独身に使って一発芸で受けなかったプールダイブ一発芸で受けなかったダイブプールダイブプールダイブあ、今これ絶対普通に美味しいソータ美味しいソータ来てもないソータこのパスタソータ何を持ってくるか注目ですでも厨房見たら食べれなくなる厨房見たらそうだ問題それじゃない味じゃない作る人のアドレベルの転職とか作り手のこともうわ取られたくないからここに来たのに出た前があった韓国
チキンが美味しい。ミルクじゃないチキン。マックだ。ユシュッ。一人と、ピコタロウ同じくらい。皆さん入ったっすか？入った。ちょっとさ、デート風な感じで。やっぱ羽賀さんなんですよね。そこの乙女心。乙女心。羽賀くんここのシートに座ってもらってじゃあ。皆さん一緒に食べてるんですね。デートしてる感じで。美味しいな。似合うな。青い海と青い空が。そうよね。毎日こういう感じです。ハワイの。え、一番好きなハワイ料理は？ラオラオかな。ん？ラオラオ。ラオラオ？うん。ラオラオって何？肉葉っぱに入れて、でなんかスティームどういうっていうのかな。あ、蒸すんだ。そう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 。へえ。で、入ったらめっちゃ美味しい。へえ。うん。首やる。はい、ここがあそこの、ね、いいよね。俺 iPad だから、あれしてる。iPad で洗うかと。なんか iPad 買いましたアピールがちょっとね。iPad 買っちゃいました。きついわ、マジで。うるせえなぁ。いいじゃない、iPad 買って。いい。あ、そう、朝と結構さ、それいいんじゃない？伸ばして、なんかこうちょっとマンマンみたいな感じで。落ち武者みたいな。落ち武者。絶対嫌だ。So make sure you get some rest. It's okay, isn't it? My time is getting longer. Time is getting longer. 5:30. Yes, 5:30. Yes, we got lunch time. Hi, you want lunch time? Alright, guys, thank you. That's it. ちょっときついですね、これ。Like we said, concentrate on us. Just be ready to battle. It's a great opportunity for us to speak. Play hard on three. 1, 2, 3. Play hard! あの瞬間どういう気持ちだったんですか？いやー、本当にその前のね
あの3というあの試合感のない中で、ね、しっかり調整して、ね、こうビッグゲームでやっぱり活躍してくれたので、はい、あと一つ頑張りましょう。頑張ります。